今日って特売の予定なんだけど、特売が始まる前は普通に買い物とかできんだっけ？できそうだね。ちょっとさ、値段見ようぜ。玉虫。まずは雑魚そうなやつからいくか。なんかね、捕まえた時の言い方的に、夏が到来するとアブラゼミめっちゃ取れると思うんだよね。アブラゼミはそんなにレアじゃないと思う。200ベルか。まあ悪くないですけどね。つくつく帽子はじゃあ300ベルぐらいじゃない。ああ、400ベルだったらいいんじゃない？なかなかいいな。髪切りは、髪切りの方がセミよりいいんじゃないの？500ベル。安い。安かった。俺、カミキリムシはね、結構見た目がヒールな感じで、嫌いじゃないんですけどね。まあ、突然出てきたらびっくりするけど。じゃあ、本命のタマムシ行ってみようか。これは1000ベル超えるんじゃない？これは結構行くと思うんだけど。うわぁ、やったぁ！ 3000 ベルだって！え、やっぱ、レアでしょ。割と普通にゲットできちゃったけど、かなりレアでしょ、3000ベルは。虫の中では一番、あ、そっか、蜂がいんのか。蜂がいましたけど、かなり高額ですよね。寄贈してこようか。先に寄贈して、タヌキヤも見ますか。お気を封た。君の嫌いな虫、いっぱいゲットしてきた。でも、タマムシとかだったらね、そんなに嫌悪感は感じないと思うんですけど。じゃあ、アブラゼミからいきますか。ほい。ほほう、アブラゼミですね。セミはね、うるさいです。そうね。わかるけども、彼らは彼らなりの事情が。確かにね、子供の頃はね、セミ、なんかワクワクしてた気もするけどね、捕まえたいな、みたいなのあった気がするんだけど、大人になるともう、ただうるさいだけだよね。一生懸命泣いてんのでしょうが、限度ってものがありますよ。それにあの、胸の鳴き声を出す部分が、気持ち悪い。割とね、しっかり見てるんですよね、フータはね。そして気持ち悪がるっていうね。まあ、それはさておき、ありがとうございました。うん。しかし、今のコメントあれだな。セミ全般に使えそうな感じだったな。同じじゃないだろうな。はい、つくつく帽子。ほほー、つくつく帽子ですね。ちょっと嫌な予感をするけど、頼むぞ、フータ。コメント、ひねり出せよ、なんとか。ああセミはねうるさいです。そっか。まあそうだよね。じゃあ、カミキリ、行ってみましょうか。こう、虫かごで渡すんじゃなくて、普通に生で渡してあげてほしいよね。ほほう、ごまだらカミキリですね。これ、鋭い牙も怖いんですけど、これ呼び。鋭い牙も怖いんですけれど、なんでこんなに触覚が太いんですかね。ああ、気持ち悪い。ま、それは、さておくの早いな。2コメントで終わったな。恐竜と同じぐらいとは言わないけど、もう少しね、コメント欲しいよね。タマムシだったらいけるでしょう。ほほー、タマムシですね。浮かない顔してるな。この何とも言えない玉虫色の輝きが気持ち悪いですね、なんだ。綺麗ですね、とかさ、そういう感想になってもおかしくないと思うんだけどね。さておいたさておいちゃった。まさかのワンコメント。マジかよ。売ったら3000ベルぞ、これ。寄贈して損したな。損した気分になるね。トリケラトプスとの作用。じゃあ化石売って、2階も見てみますか。特選家具のね、チラシが入ってなかったな、今日は。おなんか、ラブリーラブリーしてんな。ちょっと通してもらうよ。わー、ベッドですね。これはきつい。ラブリーベッド持ってない気がする。で、ラブリー兄弟、ドレッサーか。これなんだっけ？見覚えはあるけど。左利きデスクね。はいはいはい。左利きデスクに、ベーグルが大好きなパイロンに、モノクロベッドですね。服は？あ、大吉の服あるじゃん。これ買う？ブーケにあげるか。
あ、XL。あいつ今日よく移動してんね。ピンクのコスモスが売っていたので、どいてあげるよ。ももち XL 行ってみます？オイラ系同士はね、案外珍しいですよね。おいももち、その服きつそうだな。そんなんでトレーニングできんのかよ。また服の代償について論じようというのか。別にきつそうには見えないけど。ああ、できるさ。大事なのは気持ちだ。お前もそう思うだろ、稲ババア。そうだよね。もちろん言う通りだよ。稲ババア。へへ、そうだな。お前らの言う通りだ、ドゥンス。おいら大切なことを忘れていたみたいだ。筋肉痛が気持ちいいってことを。迷いのない、いい目だ。もう疲れるんだけど、おいら系同士。ちょっと XL さ、ガリガリと喋りに行こうぜ。あ、ももちはね、大丈夫。ももちはそこにいてね。最近ね、ガリガリ全然出てないからさ、ちょっと喋っとこうぜ。でも、進んでよ。進んでください。あれ、ガリガリいない？もしかして。ガリガリがいない気がするな。邪魔だな、この縦札。XL ちょっと先進んでくんない？ちょっと。危ないなぁ、ここ。まあ。あ？もしかして、詰まってる！はまってる！もうあー。でも、ここに見えない壁があるってことは、ももちも来れないってことだよね。封鎖は成功しているってことなのかな？ガリガリいないっすよね。あ、ゴミ箱に、ゴミ捨て場になんかあるね。ガリガリいないや。どっか行ってんのかな？散歩ですね。そうですか。ピエロの服。持ってたっけ？ピエロの服と、青い椅子。青い椅子はあったような気もするけど。ピエロの服。ああ。なんだこれ。すげえな。あんまりピエロ感はないけどね。なかなかいいね。悪くないってか。やっぱ色黒いな、俺。美白したいな。あ。ベーグルとブーケか。あとは、あ、やっぱ、いる気がしたんだ。一応ね、カードを使いに、泉のところに来たんですけど、せっかくなので、会話を楽しむ？別に今、ベーグルを見て思い出したわけじゃないんだけど。一応、ベーグル会最終日でもあるので、着替えておきますか。いや、先にね、ジュリアちゃんのもろもろをやってから、ベーグル会を、やろうかなって思ってたんですけどね。ブーケ、ベーグル。昨日、水道の蛇口をひねったら、お茶が出てくる夢を見たんです。お茶か。せっかくのね、夢なんだから、もっと、いいもの出せばいいのにね。お茶っていうところはベーグルだよな。俺だったらね、何がいいかな。何千円もさ、するような栄養ドリンクとかあるじゃないですか。ゼナとかさ、ユンケルとか、絶輪抗定液みたいな。ああいうのがいいんじゃない？あくまで夢だからね。へえ、まさ夢だったらすごいよね。ブーケだったら何がいい？その前の日は蛇口からお醤油、お醤油はダメだな。お醤油は死んじゃうからね、塩分過多でね。出てくる夢を見ました。私疲れているのかしら？明日は栄養ドリンク、同じこと言っちゃった。ブーケと同じこと言っちまった。疲れも取れそうだしさ。あ、これもしかしてベーグル、落ち込むか。落ち込みますか。最近割と落ち込んでますね。ブーケとガリガリの組み合わせはよく見るよね。ねえ、今ガリガリちゃんは恋してる？お、大丈夫か？ピクってなったぞ、俺が今。発言には気をつけたまえ。今は恋よりもドラ焼きに夢中ってとこかな。グッド。ガリガリグッド。ドラ焼きか。いいセンスしてるわね、ガリガリちゃん。ブーケもね、ブーケドラ焼きクラブの会員だもんね。この流れには、モラババさんもにっこりですね。ところで、稲ババちゃんはどうなの？恋してる？俺、あ、これ前聞かれたな。どうしたんだっけ？そんな暇ないって答えたんだっけ？そのおにしておくか。なに、稲ババちゃん。あんたまさか恋人とかいるの？あ、
これ、両方見てんな。見た記憶あるな。まあ、恋人っていうか、予定はいっぱいだけどね、デートの。植物園とか温泉とか。もう、羨ましいっちゃき。このもじもじしてる二人見た覚えあるわ。見てたっぽいっす。あと、ベーグルとガリガリも行ってみようか。ベーガリはなかなかないっしょ。ちょい新鮮な組み合わせ。ガリガリベーグル。ベーグルちゃんってもみあげの長い人と短い人どっちが好みのタイプ？もみあげの長短で決めないっしょ。そんなに決め手になる要素じゃない気がするんだけどね。てか、このゲームに出てくるやつ大体もみあげないし。俺をはじめ、みんななくない？もみあげあるやついる？もみあげは、できればない方がいいですね。そうなんだ。ちょうどないよ、俺。どうかな、ベーグル。じゃ、眉毛は？ガチガチ。眉毛もないな、俺。眉毛、ないね。ガリガリはありそうだけど。眉毛はあった方がいいです、グー。何が違うのか。終わりなんだね、これでね。ちょ、待って。みんなとね、会話をしに来たわけではなくて、ジュリアさんの代わりにね、デスバズーカ島に呼ぶ住民を、カードでね、呼び出そうと思ってきたんですよ。カード取ってきたよ。ジュリアちゃんは、綺麗めのね、お姉さんキャラだったと思うんですけど、今回呼ぶのは、おぉじゃあ、これ止まんねえんだ。俺がカード使ってるとき、ちょっと、着替えたな、風景が。ね、あーちょ、あーもう黄色い服になってるね。やめ、やろう止まっててくれ、頼むから。ジュリアちゃんは、綺麗めのね、子だったと思うんですけど、今回呼ぶのは、またね、違ったタイプの子です。もう動き回らないでほしいんだけど。足音がすごい気になるなぁ。じゃあ行きましょう！新しい住民、カモン！うん。あー、同じ方向に行ったね、今。喋ってる気がする。さあ、これでどうなったのかね。多分ね、来るのは翌日だと思うんだけど、ジュリアちゃんもういなくなっちゃったのかな。じゃあが、願いが叶ったら今島にいる者とは別れなければならんぞよ。本当にそれでもいいのか。ああ、寂しいけど。やむを得ん。お主の願いは分かったぞよ。叶うといいの。楽しみだね。やめろ頼む。ああ、よかった。いや、ブーケその服似合ってんね。今日はあんたにプレゼントがあるの。心が温かくなるプレゼントだよ。ブーケが珍しいことするなと思ったら。ここに3つの箱があるんだけど、どれか1つ好きなのを選んでちょうだい。いいものが入ってるわよ。3択ですか。どうしようかな。真ん中か。左行ってみる。左。ふーん、それでいいのね。ああ乗らばれそうだ。ちょっとーああまあ、ブーケのプレゼントに専念させてくれよ。せっかくね、くれようとしてるのに。もう今更帰ってって言っても遅いからね。乗らばれそう、来てる。もう、村の女子全滅じゃないこれ。まあ、一応、あれか、ブーケが。かろうじてブーケが足跡の服着てるけど。え？みんなザリティーかのラーバレゾンになってないか？中身は、普通です。普通の家具です。緑のテーブル。家具は適当に置いたらダメ。向きとかも考えておしゃれな部屋を完成させてね。ちょっと、ベーグルどうなってんのよ。あんなに苦労してオレンジのコルセットに着替えさせたのにな。いかん今完全に写しに行ってたでしょ、ベーグル。のラーバレゾン。ブーケが最後の砦だからな。まあ、砦っていうほど砦感ないですけどね。足跡の服にはね。由々しき事態だ。さあ、もう一回デスバズーカ島に来てみましたよ。これでさ、どうなってんのかね。ジュリアさんはもう、いる。普通にいますね。明日入れ替わる感じなのかね。うわ、さっき連絡が入ったのよ。音信不通だった昔の彼氏から。昔の彼氏？俺のことじゃないよね。俺じゃない
男の話をしてるよね。デスバズーカ島から離れるのは寂しいけど、私もう行かないと。やだわ。昔の彼氏とよりを戻すっていうこと、うん、あー、なるほどね。こういうのが入るんだ。あんたと過ごした日々は楽しかったけど、私もう行かなくちゃ。時間が止まればよかったのにね。私たち、きっと若すぎたのよ。やだわ。別れるみたいな感じになってますけどね。ジュリア。ジュリア。俺たちもう、終わりなのか。うわー、とうとうこの日が来てしまったよね。さよなら、デスバズーカ島。この、うわーが聞けるのももう最後か。別れがあれば出会いだってあるわよ。どうか悲しまないでね。ジュリア、ふう、いい風ね。あんたと初めて会った時も、こんな風が吹いていたわ。そうだったね。俺もよく覚えてるよ。私、きっとこの島を駆け抜ける、ひと夏の気まぐれな風だったのね。やだわ。夏じゃないんだけど。春なんですけどね、まだまだね。いやでもこういうのがね、あると、別れの準備ができるっていうか、自分のね、心を納得させることができるよね。こういうのなしにさ、いきなりいなくなられるとさ、持ってかれるんですよ。感情をね。お別れが言えてよかったよ。お、でかいでかいでかい蝶々。やったー、大紫。すげー、どっかの島国から来たらしい。日本の国鳥ですね。大紫。大物をゲットした。で、何気にね、タマムシもね、2匹目ゲットしてるんですよね。適当に虫捕まえて帰ろうと思ってたんだけど。あれ、俺、虫取り網持ってると傘させないからさ、また焼けてない気のせいかな。さらに黒くなってる気がするんだけど。この、ツクツク帽子を捕まえて、帰りますかね。これで、いっぱいのはずです、持ち物。じゃあね。本当はね、手紙とか書ければいいんだけど、残念ながらジュリアさんに手紙を送ることはできないので、悲しき獣第一章。あれを時々読んで、俺のことを思い出してほしい。ジュリアさん、楽しかったよ、君との6日間。アディオス!カッペ、出してくれ。黒。黒いなぁ。カッペ。くそ。潮風が目にしみるぜ。愛をちょうだい。カッペ、空気読んだな。Oh.
み。